岩屋山古墳は奈良県高市郡にアスカ村大技越生寺岩屋山に所在する古墳時代終末期の古墳。霧石加工を施した巨石を使用した横穴式石室があり、これは石室の変年の指標の一つとなっている。1968年に国の史跡に指定された横穴式石室が開口していたことから古くから その存在が広く知られた古墳である。一辺45メートル前後の宝墳と考えられるが、八角墳と見る説もある。1978年に水害で以前から削り取られていた墳丘西側が崩壊したため、環境整備事業が行われ、発掘調査が実施されている。墳丘墳丘は西側を大きく破壊されているが、発掘調査によって本来は、 一辺約45メートル前後、高さは12メートルの規模で2段に蓄積されていたのが明らかにされた。また、森土は丁寧に反蓄されていた。墳景は下段部が明らかに方形であることから、発掘調査では方噴とされているが、白石は東古墳の測量図をもとに分析を行い、下段部は方形であるが、 上段部を八角形に築いた八角墳ではないかと指摘している。八角墳は五病や古墳、野口応募古墳など、アスカ時代の大応募に見られるものである。原室石質石室の溶剤にすべて花崗岩を使用した両袖式の横穴式石室で、内面には精巧な切り石加工が施されている。原質の壁面は二段積みで、奥壁は上下各一枚、側壁は 上段2枚、下段3枚の切り石からなり、各壁とも上段は内側へ傾いた構造である。天井石は大きな1枚岩からなる。沿道の側壁は奥半分は1段であるが、前半は2段積みとなっている。原質の長さ4.9メートル、幅2.7メートル、高さ3メートル、沿道の長さ12メートル、幅1.9メートルを測る。 奈良県から南河内にかけての地域には、本古墳の石室と平面、立面の規格が同一である古墳、あるいは同一の仕様で規模を縮小した古墳が複数存在する。奈良県桜井市、宗坂第一古墳の横穴式石室は本古墳の石室と同系同大で、また同県柏市の小谷古墳、同県天理市の峰塚古墳は本古墳の石室の 企画を一部縮小したものである。さらに、大阪府営福寺北古墳の石室も現在調査、不可能であるが、古記録によればこれらと同じ形式に属するとされる。白石太一郎はこれらを総称して、岩屋山式と予備古墳時代終末期の横穴式石室の代表的な形式の一つとしている。また、奈良県草墓古墳、道県西宮古墳など、 岩屋山古墳の壁面構成を単純化し、岩屋山式に構造する形式の横穴式石室を岩屋山あしきとも呼んでいる。なお、発掘調査によると石室内はすでに乱屈されており、しかも中世頃と見られる墓が、原室中央に掘られており、埋葬当時の遺物は発見できなかった。白石は岩屋山式に属する小谷古墳の家型石棺の 形式及び岩屋山式の前後の時期に属すると考えられる横穴式石室出土世紀の変年などから岩屋山古墳及び岩屋山式の横穴式石室の古墳の築造時期を7世紀中央前後から7世紀第三四半期と推定している。また岩屋山古墳の被葬者としては667年に落ちお鏡寮に葬られたとされる。 西明天皇の可能性があることを指摘している。一方、岩屋山式とされる、前期の大阪府営福寺北古墳、及び同じ河内地,地方にあって、同じく岩屋山式とされる塚穴古墳の被葬者の、没言から、これらの古墳の造営年代を7世紀第3、四半期まで下げるのは無理と考え、岩屋山式の造営年代を7世紀第1、四半期に引き上げる説も提唱されている。 この説は、岩屋山式の一つ前の段階にあたる石室を持つ、石舞台古墳の造営年代をその被創者とされる、蘇我馬子の没年の西暦626年前後と、するのではなく、孫が572年に大臣となった時点で、造営に着手したと考えようとすることで成り立っている、ものである。この説が正しかった場合、岩屋山古墳イコール、 災明漁説は当然成り立たないわけであるが、孫が大臣になった時点から天皇陵クラスの規模を持つ石舞太古墳の造営を開始したのではないかという考えにも無理がないわけでなく、今後の研究、調査と議論の進展が待たれる。ありがとうございます。